はい、皆さんこんにちは、コーヒー侍です。今日はですね、もう何回かに分けてねやってきました、このマトリックス M1 プロコーヒースケールのですね、今日はいよいよモード2をやりたいと思います。まあ、このねモード、なんで最後にしたかと言いますと、これいわゆる通常モードっていうやつなんですね。まあ一等式、三等式とかね、46メソッドとかいろいろありますけども、例えば一等目、二等目っていうのをこうやってるときに、その二等目が何ミリリットル注いでるのかなっていうのをちゃんと出してくれる。総注油量というのも別に出してくれると。要はその一等一等ごとに何ミリリットルというのをね、ちゃんとこう計測してくれるというね。まあ、そういったモードになるんですね。今までね、通常のスケールを使ってる場合、例えば2等目がね、例えば 90ml 注ぐとしたら、大体ね、その総重量から90かなっていうのをね、見ながらこう大体でね、やっていたと思うんですけども、それをきっちりとね、こう計量を別にしてくれるというね、そういったモードになるんですね。あとこの通常モードというのは、タイマーをね、こうオンオフというのもボタンでピッピッてできる。っていうこともありまして、要は通常のスケールにプラスして、各等価のね、容量も測ってくれるといったね、そういった、まあ、ある意味プロフェッショナルモードというか、もうシビアにねレシピをこうがっちりやりたいという時に使用するモードかなと思います。ということでね、今日はのモード2で、美味しいコーヒーをね、入れていきたいと思います。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ、行ってみよう。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。まず電源入れましょうか。はい、ではねモード2に変えましょう。はい、モード2になりました。もうこれはね、通常のスケールとしてもね、まあこの、まあ、通常モードというかそういう感じになりますので、あ、ちなみにね、今日のレシピはこんな感じでございます。はい、今日はですね、もう5等ですね、まであります。で、 15g のね、中挽きですね、を使用します。まあ深入りの豆ですね。まあね、こんぐらい詳細なね、まあ5等の入れ方っていうんですかね、だとやっぱりね、それぞれその1等2等3等で何 cc ね注いだかっていうのは途中でちょっとね、混乱しちゃう場合があるので、ちょうどねこういった今回のモード2でやるバージョンなんかいいと思いますね。で、先に説明しますと、この赤いところがその時の注油量を計測してくれます。で、上に総注油量ですね、その1等2等どんどんプラスされて、総合の重さが上ですね。注油をやめて安定してきた頃に、自動的にこれはリセットされるというね、そういったね便利な機能になっております。はい、ではね早速やっていきましょうか。まずね、豆測っていきましょうか。はい、まあこんな感じでねやって、このボタンを押すとね、はい、テアボタンと言いまして、この0になりますね。で、通常のスケールな感じで使用できます。はい、15g ですね。はい、リンスします。
はい、皆さんお疲れ様でございました。コーヒーね、入れましたのでいただきます。おいしい。ちょうどねバランスよく入ってますよね。まあコクとちょっと苦味とでスッキリ感もあって、すごくね美味しいコーヒーが入っております。はい、今回はねこのマトリックスの、モード2でですね、しっかりめのそのレシピで、5等のね入れ方でやってみました。あの見ていただいた通り、下のねこう右下の赤いところの表示、その貝の注油量というのをね別に測ってくれるので安定感が増すんですよね。こうなんでしょう、頭でこうぐーっと計算しながらやるんじゃなくて、そこに集中できる、あのデジタルの数字で目でこう感覚的に分かるので、あの気を取らなくていいんですよね。なのでね、すごくこのなんでしょう、もう詳細なレシピでの入れ方がすごくね楽になるというか、そんな感じのね、便利なマスケールだなというふうにね思いました。で、あの最後に残ったモード3というのは、あのエスプレッソ用のね、あの計測のためのモードになるので、エスプレッソでやられる方はね、そちら、まあ、使い方大体同じなので、やってみてください。はい、いやこのマトリックスね、まあ、3回にわたって、やってきましたけども、すごくね、わかりやすいというか、見やすいというか、もうドリップにね、すごい特化したね、スケールだなというね、そんな印象になりました。これからね、ドリップいろいろやるという時にね、すごい楽しみになりますよね。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また、コーヒー侍各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。